皆さんどうもこんにちは、百姫の存在もいるアプリ2021やっていきたいなと思います。本日はですね、中型アップデートデータパック 5.00 能力比較金玉編後編やっていきたいなと思っております。もう毎度タイトルコールが長すぎて息が続かないんですけど、今回はですね、4月頭にあった中型アップデートの変動まとめ第3弾、最後の動画やっていきたいなと思います。で、前回の動画で金玉の1つ目の紹介だったので、今回は2つ目の金玉の紹介やっていきたいなと思います。で、今までね、あの黒まとめ金玉1つ目と2本まとめてるんですけど、あんまりですね再生数伸びてないんですよね。はい、なので最後だけでも皆さん高評価再生で盛り上げていただけるとすごく嬉しいなと思います。ということで早速紹介していきたいんですけど、ちなみにですね、前回も説明したんですけど、今回紹介する新しいバージョンが欲しい場合はガチャトレードスカウト、このあたりで取り直しする必要がありますので、そのあたりを理解していただいた上で最後まで見ていただきたいなと思います。ということでいきましょう、レッツゴー。はい、まず一人目はですね、フランク・ケシエ選手ですね。ケシエはですね、もうフランクに能力強化されてますよね。てかこれかなり強くなってると思っていて、コンディション安定度が4から5に上がったのもそうなんですけど、フィジコンとですね、アグレッシブネスがついに95の大台突破したんですよね。これ通常の能力値ですからね。まあこの守備能力のさらなる強化っていうのはかなり熱いんじゃないかなと思っております。まあ前回ね、あのミラン CS で出てきた時にめちゃめちゃ強化されてましたけど、まあ中型アップデートで上がったっていうのも理由の一つでしたね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、バストーニ選手ですね。はい、まずはインテル、セリア優勝おめでとうございます。そこから始めたいなと思うんですけど、そのインテルからですね、バストーニがしっかりと強化されましたね。で、僕もですね、バストーニマジで FP 愛用していて、本当にですね、 B 以上にも割と頻繁になりますし、 FP だったら間違いなくガチスカで使える選手だと思ってますね。で、今回ですね、インターセプトのスキルが追加されたのと、足元がかなり強化されて事故率も低くなってるので、まあ地味なんですけど、これかなりでかい強化なんじゃないかなと思います。なのでこの状態からの FP はかなり当てたいですよね。はい、ということで次行きましょう。はい、3人目はですね、かけそばさんではなくてタップそば選手ですね。はい、タップそばめちゃめちゃ能力上がってるんですよね。多分ですね、今日紹介する選手の中でも一番強化されてるんじゃないかなって思ってますね。はい、コンディション安定度が5から6になって、全体的に能力めっちゃ上がってるんですよね。はい、通常でスピード86乗ってたりとか、身長192cm でディフェンス能力、フィジカル、足元とかなり安定してますので、これもう一回 FP 来てくれたら普通に大当たり級選手になるんじゃないかなって思ってますね。で、ちなみにですね、あの皆さん、かけそばさんの顔はタップそばと似てはいませんでしたね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、ライプツヒからライマー選手ですね。ライマーって聞くと進撃の巨人のライナーを思い出しますが、今回ですね、スタミナ、スピード、オフェンス、センス、この辺りを中心に強化されていて、特にですね、見ていただきたいのがスキルなんですよね。3つ追加されていて、しかもですね、ミドルシュート、ピンクロマンマークと3つともかなりいいスキルなんですよね。はい、なのでこれは素晴らしい強化なんじゃないかなと思います。で、この能力見る感じ、一応 B2B なんですけど、右サイドバックとかで使うと結構良さそうだなっていうのは思いましたね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、マンチェスターユナイテッドからマクトミネイ選手ですね。はい、上がり幅はそこまでなんですけど、結構いいところが強化されていて、まあ瞬発、スタミナ、ボルコン、このあたりはかなりいい感じなんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、あのマクトミネ一周過ぎたんですけど、次もですね、ユナイテッドからルークショー選手ですね。で、ショーはですね、今でも FP 結構強いんですけど、実はですね、通常も強化されてるんですよね。はい、特にですね、スタミナ、ボールダッシュ、プレスキック、このあたりが大幅に上がっていて、ボールダッシュは通常でついに85到達したので、まあ次に FP 来たタイミングはボールダッシュ90とか乗ってくるかもしれないですね。で、特にですね、ショーに関しては来年の大型アップデートでさらに上がるんじゃないかなって思ってますので、まあぜひ皆さんのね、この選手上がりそうって意見もコメント欄にガンガン書いていただきたいなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね、スソ選手ですね。もうスソって見るたびに昔の満面の笑みのアイコを思い出して、今じゃこんな真面目な顔になっちゃったんだなって思いつつ、どっちも好きだなって気持ちが出てくるんですけど、はい、フライパス筆頭にいくつかの数値が強化されてるのと、スキルも2つ追加されましたね。まあスーパーサブも持ってますし、シンプルにいい強化されたなって印象ですかね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、好調ウエストハムを支えるソーチェク選手ですね。先日ですね、確か国代表週間 FP で出てきたと思うんですけど、実はですね、今回中型アップデートでタイプが結構変わってるんですよね。まずですね、プレイスタイルがアンカーからボックス2ボックスに変わっていて、さらにですね、ジャンプ、決定力、オフェンス、この辺りが強化されましたね。まあ能力とプレイスタイルの噛み合わせはかなり良くなったんじゃないかなって思いますし、ソーチェクに関しても来年めちゃめちゃ強くなるんじゃないかなっていうのは期待してますかね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、トッテナムからホイピアー選手ですね。はい、この選手はですね、上がり幅がめちゃめちゃでかくて、ス
スタミナと守備能力ががっつり上がってるんですよね。特にですね、ボールダッシュが76から86に上がってますので、別人級強化といっても過言ではないんじゃないかなと思います。まあかなり守備能力強化されてますので、 FP になった時とかは全体が底上げされてかなりいい感じになりそうですよね。はい、ということで次行きましょう。はい、次もですね、トッテナムからレギロン選手ですね。レギロンはですね、なんだろう、一応微強化って形にしたんですけど、強化ってよりはタイプが大きく変わったパターンなんじゃないかなと思います。ディフェンスセンスやですね、ボールダッシュ、瞬発なんかは下がってるので、正直このあたり痛いんですけど、逆にですね、足元とパス系が大きく強化されて、ピンポイントクロスのスキル追加もされてるんですよね。なので守備能力が下がった代わりに攻撃性能が圧倒的に強化されてるんですよね。まあただね、フィジコン5下がりなんかもありますので、ちょっと下がってる数値もきついかなって印象はありますかね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、おそらくこの動画で一番注目なんじゃないかなっていうのが、このアンヌシーリ選手、間違いなく超強化されてるんですよね。まあアンヌシーリで言うと FP で登場していて、メロンパンさんも大絶賛だったので割と噂になってるんですけど、ちょっと低かったですね、オフェンスセンスがなんと10アップして大幅強化されてるんですよね。で、他にもですね、ヘディングプラス9、フィジコンプラス7だったりとか、大きく上がってる数値もすごく良くて、そしてスキルでヘッダーとワンシューの追加ということで、いやーこれめちゃめちゃ良くなってるんじゃないかなと思います。まあ逆にですね、瞬発力とドリブルの低下なんかは痛いんですけど、まあ総合的に見れば強化されてると思いますね。もしですね、この状態から FP 来たらとんでもないことになると思いますので、この強化はすごく熱いし、 FP に期待したいし、2021のうちに絶対に出してください。コナミさんマジでお願いします。はい、次はですね、ピョンテク選手ですね。はい、ピョンテクはですね、もう完全に悪魔と契約した感じありますよね。はい、能力はですね、全体的に弱体化してるんですけど、スキルでコントロールループ、PK キッカー、スーパーサブの追加ということで、まあスパサブの追加はでかいので、結論強化ではあるんじゃないかなと思います。まあピョンテクで言うとですね、まあ今ヘルタベルリン所属ということで、ライブアップデート適用外になりますので、適用内だったらすごい可能性感じる選手だったのになっていうのは思いますね。はい、コナミさん、一つお願いがあります。ブンデスのライセンスを取りませんか。はい、ではですね、この動画でもそうなんですけど、中型変動まとめ最後を飾るのはですね、ブレール・エンボロ選手ですね。てかエンボロ鬼かっこいいっすね。アイコンからにじみ出るイケイケ感がすごいんですけど、はい、今回エンボロに関しては身長がですね、187センチに2センチ伸びたのと、エッジターンとスーパーサブの強化ということで、はい、あの身長2センチ伸びてんの10ありますよね。小学生の身体測定かなって思ったんですけど、はい、スーパーサブの追加はかなりいいんじゃないかなと思います。能力もすごく優秀ですし、去年はですね、確か国代表へFP で1回出てきてるんですよね。はい、なので今年も国代表とかで出てきてくれたら結構熱いんじゃないかなっていうのは思いましたね。はい、ということで今回ですね、中型アップデートまとめ第3弾最終章を紹介させていただきました。今回もですね、アンヌシーリだったりとか、まあエンボロだったりとか、タプソロだったりとか、結構いい強化されてる選手いましたので、チェックしていただいて、欲しい選手がいたらぜひ獲得していただきたいなと思います。いいな、参考になったなと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録で応援してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。バイバイ。本日も動画見ていただきありがとうございました。本日の最初のクイズはこちらになります。ぜひ予想していただいて、この後のエンディングで答え書いてますので確認してみてください。どんどん難しくなる選手のロッククイズ、あなたはついてこられますか。ぜひ大型アップデートまでついてきてください。いつもありがとう。バイバイ。